running. They ain't built them like me. Vision myself a champion. One day I might be proud of what I see from the man in the mid. A real freedom fighter got a problem with the fear. Everybody know that I always keep it real. I get up, I keep pushing still. They recognize I'm a champion. もやるかな。よろしくお願いします。さあ、両者準備は OK。では早速見ていきましょう。注目のファーストラウンド、何が起きる？飛びには空対空を意識していた。ドライブラッシュを使えば攻めを継続することができる。プレイヤー1バーンアウト状態となっている。飛びをガードして、プレイヤー1
ここでドライブゲージを使い切ってしまった。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。飛び道具でペースを変えていくか。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。仕切り直す。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。カウンターが入る。さあコンボはきっちり。プレイヤー2、ドライブなしで倒しきれるか。来るか。焦らずゲージ状況を見て。さあここは OKO。 プレイヤー1、流れをつかむ。このまま波に乗り切れるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。インパクトは防ぐ。試合は始まったばかり。どこから仕掛けるか。両者の狙いはどこにあるか。挨拶はどちらからするか。中足どう崩していくか。うまく攻めを断ち切っていった。警戒している。できている。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。ダイゴスか。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。フィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。うまく投げていった。どちらも譲る気は全くなしか。プレイヤー 2SA ゲージ有利。ここでカウンター。 SA を使う。火力を上げ。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。どうした。待て。えっ、ここで投げに行く。バーンとする。さあそしてこれは見えない。プレイヤー1、ドライブなしで気合いで。下はガード。バーンとインとしていたか。開ける引き出しを。ジャンプ攻撃が通って、ここで勝負あり。プレイヤー2、総力戦を制した今の気持ち聞かせてください。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。弾を使って相手を動かす。3段しっかり打ち落とす。攻めのドライブラッシュ、うまく位置を入れ替えた。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。さあダウンから。ゲージには頼れない。しかし体力もない状況。投げ。さあここから危険な状況になっている。ミスはもう許されない。足元を狙っているか。バーンと抜ける。球をドライブ。息が詰まる。ここでバーン KO。 プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。スピニングバードキック。プレイヤー1、さあ追い詰めた。ここで位置が入れ替わる。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。 SA にゲージを回す。使っていくか。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。うまく攻めを断ち切っていった。さあこれは痛いぞ。この返しは見切っていた。体力差はある。しかしどうにでもなる。じゃ KO。 もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。まずは頭上がガラキ。前飛びす。さあここはドライブ昇竜。投げる。うまく投げていた。さあそしてプレイヤー2、ここが勝負受け止めながら。さあ終盤舞台は整った。おっと、ここで SA 発動。おっと、 SA を発動している。勝負を決める。客船尾が炸裂。装填欄か。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。気合を入れろ。さあこれは痛いぞ。起死回生のドライブとなるか。中足、大足、通らず。狡猾なまでの冷静さ。ここは投げ。
プレイヤー1、この激戦を制した。いや見応え十分、素晴らしい試合でした。やりますな。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。中足を見せて、投げるにはやや遠かったか。さあスピニングバードキックが刺さる、ダイエス成功。さあその後ドライブゲージがなくなった。プレイヤー1、画面届いた。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。グラップしている。飛び道具でダメージを取りたい時間帯か。どう崩していくか。綺麗にさばく。さあ近距離の攻め合い、そして中足が刺さった。大足が間に合う。画面中央ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。きっちり弾で仕留めていた。チャンスは与えない。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。ドライブインパクトは受け止める。さあここは OD 転生曲、無敵をうまく使った。投げが決まった。足が出る。ここでがバーンとする。プレイヤー1、取った足、この距離は危ない。おっと、ここで SA 発動。空を裂く華麗なる舞、装填落下。決まった。ここはどう出る。気合いで大足はガード、下段通らず。え、当たらない。大きな隙を探すぞ。さあ第5スから気合いの勝負になった。前に出るのか。残りのドライブゲージも悲鳴を。あ、ここで勝負あり。プレイヤー1、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。なんか泥臭くなってるね。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。さあファーストラウンド注目していきましょう。さあラウンドはまだ序盤、まだまだ序盤。どこから試合は動き出すのか。ダウンさせる。プレイヤー2、バーンアウト状態となっている。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか。阻止するか。次はどの引き出しの KO まで。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。サファリーも見せながらプレッシャーをかけながら、ずうずうしく投げ、ここで絡みついていく。隙を狙っていたか。試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか。それを手だ、ドライブラッシュで前に出る。一息つけるか。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。足元を狙っているか。バーンとしている。前に出る。おっと、これも抜けている。プレイヤー、昇竜でこじ開けるか。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。フィニッシュ。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。打撃はパリー。さあ試合の序盤、どう崩していくか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。位置が入れ替わって攻守が逆転。チャンスにダメージを与えていく。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。なんと両者バーンアウトしているが、顔に出てプレッシャーをかけつつも、ここは前投げ。壁の地獄は続く。体力差はある。見届いた。
プレイヤー1先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。これは空対空でゲージを使って SA をコンボに絡めていく。一気に畳みかけたいところ。足元を狙っているか。ドライブラッシュで前に出る。どう崩していくか。危険な距離、攻めのドライブラッシュ。中段が降ってくる。 KO。 さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ドライブしてきた。さあしっかり毒破裂を発動させてダメージを与えていく。壁際のリスクを嫌う。迎撃成功の形。ドライブラッシュで勝負をかける。次はどうする。ここで距離を取るか。新発衝撃、この一撃は分岐点となる。バーンとする。プレイヤー1ゲージを使って勝負に行けるか。ここでフィニッシュ。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。機は熟した。いよいよ始まる。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。さあ投げが入って、ここからプレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。プレイヤー1、バーンアウト状態となっている。受け止めて殴る。手を出し合った両者、ここからどう。おっと、ここで SA 勝負をかけに来た。 SA 炸裂、この位置でここでバーンアウト。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯、粘れるか。 SA ゲージに差がある状況、油断はできない。体力はわずか、どちらも仕掛けづらいか。プレイヤー1、ドライブなしで倒しきれるか。空中迎撃成功。プレイヤー2、この一本は大きい。次で決めれるか。綺麗にさばく。どちらかが仕掛けていくのか。投げは届かず、ドライブラッシュで前に出る。抜け目なくコンボを叩き込む。さあ近距離の攻めぎ合い、攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。ここでバーンアウト。ダウンから前に出てターゲットコンボを選択。おっ、投げが決まった。どう崩す。ドライブラッシュか。 SA を使うことでチャンスを、ドライブラッシュで勝負をかける。スターン、どう攻めるか。プレイヤー1、ここでフィニッシュ。プレイヤー2、格上相手に堂々の勝利。お見事。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。中足を見せて、ここでドライブラッシュ。前に出た。仕切り直す。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。被弾なくパーフェクト。やりたいことが全て噛み合ったか。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ダウンさせてどうする。ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー1、若干体力リード。一息つけるか。ここが正念場。攻めのドライブラッシュ、下からすくってきた。ここで押し込みに行く。ドライブラッシュで勝負をかける。互いの制空権が吹っ飛ら、倒しきる。この勝利は精神的に後引く大きな一勝になる流れ。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。長い下段が来る。
意識の外でチャージ成功。ターゲットコンボをしっかり決めていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。さあ、ダイヤシ一つ。プレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。体力差はある。中足がヒット KO まで。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。ここで押し込みに行く。プレイヤー2、さあ追い詰めた。下からすくってきた。一息つけるか。ドライブラッシュで前に出る。攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、ドライブに受け止めながら。あまりにも危険な地上戦が続く。さあ逆転を、ここで投げに行く。ジャンプ攻撃はカード。ここでゲージは使っていく。残るか、残るか。フィニッシュ。読み合いが回る中でよくぞ踏ん張った。弾力を存分に見せつけた一戦。誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。さあファーストラウンド、注目していきましょう。ジャンプ攻撃はしっかりガード。ここは手を出したくなるところ、呼んでいる。さあきっちりコンボを決めてダメージを与える。この反撃はケアしていた。プレイヤー1、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。さあ壁に押し付けてスタンに持ち込んだ形。さあダウンからパーフェクト KO。 触らせずにラウンドを取る。プレイヤー2、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ダイエス成功。さあその後飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。序盤の主導権はどちらが握るか。この飛びは昇竜でこじ開けるか。互いの制空権が触れ合い続ける。ダウンから両者画面端から中央での戦い。ダイヤシワン、ダイヤシ。さあここからうまくワンキッシュ KO。 さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。いきなり仕掛けた。最終ラウンド、全てを出し切ることはできるか。うっ、頭上ががら空き。さあこれで画面端後がなくなった。 SA ゲージは両者マックス。よく抜けた。プレイヤー2、ドライブは厳しいぞ。先駆け、この距離は危ない。中足、完璧な内容で倒し切った。プレイヤー2、格上相手に堂々の勝利。お見事。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。上から来た。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。プレイヤー2、さあ追い詰めた。さあダイヤシ一つ。プレイヤー1、バーンアウト状態となっている。この状況でのスタンは倒しきりも見える。コンボカウントしてフィニッシュまで、お見事。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。攻めのドライブラッシュ。ダイヤシーからの、さあここからは差し合いの領域となる。
来るか。ドライブゲージは受け止めながら。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。さあ、こ苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。バーンとしている。軍人客から竜巻選択。この投げは警戒していた。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。プレイヤー、ダイヤシー KO。 さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。上はダメ、警戒している。できている。ターゲットから一気に、おっと、ここで SA 発動。全てのゲージを注ぎ込む。出し惜しみを出した。ヒットしている。ここから襲いかかる。通らず、狡猾なまでの冷静さ。プレイヤー1、しのげるか。この状況は投げへの意識が高いか。さあここから当たらない。大きな隙を探すぞ。さあどうなる、ダメージは足りるか。わずかに残る。最後の読み合いとなるか。さあ下はガード、気合いの台足。たくさん試合を見てきましたが、こんな試合は記憶にありませんね。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。足元を狙っているか。飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。ここはガードでしのぐ。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。位置が入れ替わる。攻守が逆転する。ドライブリバーサルを使えば苦しい状況をしのげる。飛びが刺さる。強発へ畳みかける。プレイヤー1、もうドライバーンとしている。さあしっかりと距離を取って。プレイヤー1、ここでドライブゲージが尽きている。だがワンチャンスは起こりうる体力状況。さあお互いもう行くしかないといった状況になった。この距離で打ってきた。鮮やかな逆転、わずかなチャンスを生かしきった。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンドとともに思考は積み重なる。次、さあここはドライブ昇竜。昇竜から危険な距離での殴り合いが続く。軍人客から竜巻選択。この切り返しはケアしていた。プレイヤー2、丁寧にゲージを使う判断、どうなるか。無駄かな。これはわずかに残るかどうか。まだ体力は残るぞ。まだわからない。プレイヤー2、ここで SA 発動しているが、ここでも上は見逃さない。プレイヤー2、素晴らしい成功体験。この経験でさらに強くなる。いや疲れた、もうやめよう。